さて、今日はおかっぱりです。ほんとお金を払って釣りをする、マスダの万竜湖だったかっていう場所です。小魚はいっぱいいます。結構ハイプレッシャーみたいな話を今おじさんから聞きました。釣れるのはちっちゃいのばっかりと。ということで撮っている。バスいるじゃん。あれバスでしょ。ああ。バスいるよ。釣れた。一投目で釣れるんだけど。いやー。ほい。めっちゃ簡単なんだけど。この大きさ誰でも釣れるか。ほい。2連続ヒット。キアン。オイカワか、なんだろう、なんかベイトが。落としとる。お客さん拾ってきたんよ。ああ、ほんまですか。それで失礼じゃが、ちょっと中調べた人の名前を、桟橋おる人みんな聞いたんよ。はい。違います、調整。ごめんなさい。もう一度確認しようと、免許証見えてごめん。あ、いいです、いいです。すいません。間違えないと思うて。はい、ありがとうございます。その汗っていつ落としたんかも分かんなかった。しかも釣りに夢中で2匹も釣れちゃったとか喜んどったし。戻ってきた。戻ってくるの？
ああ、バレちゃった。くっそー。その日陰にいるのか。よいしょー。上がってこい、上がってこい、そっち行っちゃダメ、そっち行っちゃダメ。よいしょー。ありがとう。行こう。待ってよ、ちょっと来て。取れないでよ。待って。待って待って。待って待って。いやー。イエーイ。40アップ。よいよいしょ。ありがとう。めっちゃ痩せてるけど。よいしょ。ありがとう。いい湖だ。いや、
楽しめた。久々のカッパリで40アップ釣れて満足です。Yeah.